プロレスリングノアの小峠敦です、そうですね、プロレスリングノアに入って自分も10年経ちました。本当にいろんな選手とも戦ってきましたし、たくさん揉まれてきました。もう本当に濃厚な時間を過ごしてきて、この団体で成長してきたっていう自信があります。なので DDT には絶対に負ける気もしません。ノアの戦いをあいつらに見せつけてやります。まあ、対戦相手についてはもう散々、紙面や SNS で俺はもう言ってきたんで、もう今更もう本当に言うことはないですね。あとはもう試合で見せつけてやります。以上です。はい、丸藤が欠場して困ってんだろ。俺が出てやるよ。はい、中島克彦選手が丸藤選手の代わりに今名乗り出ましたけど、小峠選手いかがですか。あのさ、前回の会見も見たんだけどさ、小峠、稲村、だらしがねえな。だらしがねえからプロレスサークルのあんなやつらにノアが舐められんだよ。分かってねえな。小判ザメのチャンピオン、プー、相撲崩れのプロレスラーもどき、あとは大老害、つまんねえな。まあでも俺とやり合えるのは秋山だけだろ。やっていいんでしょ。面白そうじゃん。やろうよ。小峠、お前はしょっぱいよ、めめしいよ。 SNS 使って、紙面も使って、何昔の話ばっかしてんだよ。お前がこの10年ノアで頑張ってきたことなんてどうでもいいんだよ。グダグダ言ってんじゃねえよ。喧嘩だろ。やるならな、トップを狙えよ。やるならな、秋山の首狙えよ。やれんのかお前。ちょっとは目が覚めたようだな。おい小峠、フェス、祭り、違う、これは喧嘩だ。
おい DDT。 俺が本物のナイフだ DDT。 もう二度とノアに触れたくないって思うぐらいやってやるよ。俺がノアだ。それではじゃあプロセッションお願いします。サイバーファイトが送る年間最大のビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022、ノア、DDT、 東京女子プロレス、頑張れプロレスが大集結。元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦。ノア対 DDT、両者の威信をかけた一騎打ち。佐々木大輔 VS 拳王。東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決、坂崎由香 VS 中島翔子。次のチャレンジャーは俺だ。 GHC ヘビー級王座をかけた強腕対決、小島さとし VS 塩崎豪。サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継。そう、祭りだ。